はい、えー、こんにちは。速下塾の久保です。えー、一体私たちは、どこから来て、どこへ行くんでしょうか。人生が終わって、やがて死を迎えるときに、死んだ後、魂や肉体はどこに行ってしまうんですかね。まあ、これはね、回答が未だに出ない問題ではあると思います。人によっては、死後の世界はない、生まれ変わりはない、というふうに考えると思います。えー、そして人によっては、すべての人は生まれ変わっていく。 そして、新しい霊的な修行を積んで、次のステップに向かうんだというふうに考える人もいます。えそして、どっちの考えかわからずに、ある時は前世はある。そして生まれ変わりある。ある時は、やっぱり人生は一度きりなのかなというふうにね、迷い、えーまあ、迷い惑うものだと思いますね。 私もついね、今言葉の使い方を迷ってしまったわけですけども、まあこれがだから生きてるってことなのかなと思うんですよ。明確な答えは私たちは何一つ持ってません。一寸先は闇というやつです。今日はその中でね、一つの物語をちょっと紹介したいなと思って、こちらに画像を用意しました。登場人物は、伊作という昔日本に住んでいた大変貧しい農家の15歳の青年です。まあ当時は15歳でもね、青年という扱いでした。そして 妹がいます10歳の丸ですでこのイサ作と丸の兄弟には夫お母というね両親がいますまあ親はだいたい40代の後半から50代の前半ですね当時はそのあたりがまあ適齢期といいますか隠居する年齢だというふうに考えられておりますで当時の概念ではこれ老夫婦なんですよね先はそんなに長くねいと 70, 80まで生きるようなね、令和の時代とは違いますんでね。まあこの4人で、つつましく暮らしていたわけなんですけども、やっぱりもともと貧しかった上に、飢饉が地域一帯を襲って、もうね、伊作は一家を預かる身として、空に困って、ついに、可愛がっていた妹を売ることによって、その対価で、生計を立てるに至ったわけなんですよ。で、妹を売ったお金で、 両親を養ってやがて両親を順番に見送ることになりました伊作が二十歳の時独り身になりその時に国からお触れが出てまあ家族を持たない独りんは戦に行けということだったんですよで伊作は妹もどっかに売っちまったし両親は死んだし天涯孤独の一人のみならば 戦に行って死ぬのもしょうがねえかってことで戦に行ったんですねそしてそこで死にいました一方売られた妹は運よくお金持ちの家に引き取られることになりました毎日の仕事は苦しかったんですけどもとりあえず食うには困らないし着るものもあるしそんなに悪い暮らしじゃなかったかなとマルは感じましたなんせずっと暮らしてきた その農家っていうのは貧乏で満足に食べることもなかった体はガリガリで着てるものは白身だらけそんな中で自分の兄や両親となんとか暮らしてきたしかし真っ先に売られたのは自分ということで家族に捨てられてものすごく寂しい思いをしてるところにそんなに好待遇はではないんだけどもそこそお金持ちの家に買われてきてそこでレッチ奉公しながら 飯は食えるし着物は与えられるし考えてみればそんなに悪くなかったかなと思ったもんですしかしですねその妹はだんだん気持ちが悪しき方向に変わってきてこの家の財産を取ってやろうというふうに思うようになったんですよでこの妹はついにその家の主人を殺し財産を奪いそして恵まれない人たちにその財産を配りまくって そのまんま水に入って自殺してしまったんですよね。ということでこの伊作の一家っていうのは耐えてしまうわけなんですけども伊作が死後三途の川を渡ってとあるところに行きましたらそこに売って離れ離れになった生き別れになった妹がやっぱり死んだんでしょうね。同じように三途の川の向こうの方から来るわけなんですよ。そこで二人は再会し 同じ裁きをその場所で受けることになりました。閻魔大王は遺作にこう言いましたお前は苦労して家計を守ろうとした最終的には戦争に行って死んでしまったんだけども両親を見事に見送ったなとそして妹もただ売るだけではなくって十分貧しくもない豊かな家に売ることができた妹もその時点では不自由はなかったはずだ まあつまり、イサクよお前は、なかなかいい人生を送ったじゃないかと。世のため、人のためになったんじゃないかなってことで天国に生かされることになりました。一方、マルですけども、マルは、家族に売られて、とある名家に入ることになった。そこで、デッチ暴行しながら、仕事は苦しいけれども、食うには困らないし、あったかい着物は着れるし、なんせ、貧乏と縁を切ることができたんだ。 仕事はきついけども幸せだったはずそしてゆくゆくはその家の名前を名乗ってどこかに嫁に入ることもできたかもしれない。しかしその途上でその家の主人を襲い財産をぶんどりその財産を自分の縁も怒りもない人に配りそして自ら命を絶つ。救われないじゃないかってことだったんですよね。そしてマルは地獄に行ってしまいました。 まあこういうふうな話があったんですけどもちなみにイサクの両親ってのは死んだままそのまんま一貫の終わりということで裁きが下ったそうですさあここで問題なのはねイサクの両親は生まれ変わりを許されなかったんですがイサク自身は天国にいるんですよそして次の人生を待っている丸は地獄に行きました地獄でいろんな責め句にあって罪を償う そんな10年、100年、1000年を送ることになりましたが、ただ、罪を償ったら、この丸にも次の人生が用意されているという希望があるんですよね。つまり、天国に行っても地獄に行っても、新しく地上に生まれ変わるという希望があるんですよ。もちろん生まれ変わるのが人間とは限らないし、どんな時代かもわかりません。もしかしたら小さな小動物かもしれませんし、わけのわかんない妖怪に生まれ変わってさまよい続けるのかもしれません。しかし、生命は、 次にバトンタッチでできるわけですよね、まあ、そう考えていくと結局「輪廻転生ってのはあるかもしれないなとそして人によっては「輪廻転生が許されないっていう場合もあるのかなと消滅し終わりってこともあるのかなということで、まあ、両方の考えね生命は有限であるってことと生まれ変わりはあるんだってこと両方を満たす物語はできるんですけどもさあ問題は「天国に行った遺作」ですよ。遺作は確かに天国に行ったんですけども マルが地獄で毎日毎日苦しい目に遭ってる悲しい目に遭ってるってことは分かるんですよねそしてそのきっかけを作ったのが自分だってこともものすごく胸に仕えてるわけですよじゃあ遺族は確かに天国に行ったんですけども毎日バラ色の人生を送ってるんでしょうか遺作はいっそのこと俺も地獄に落ちた方がよかったと後悔しながら悔やみながら天国でニ地肉林のその世界で 生きてるんですよもちろん食事も喉をとありませんし面白そうな遊びにも参加できませんなんとも気に病むような天国での暮らし方なんですよね逆に丸は地獄に行きましたけどもいつかこのせめくが終わって自分が罪を償ってそれがもしかしたら100年1000年になるかもしれないもっとかもしれないでもそれが全部終わった時には自分は罪を許されて またやり直すことができるんだという希望で地獄に日々暮らすことができるんですね。そしてもう一つのまはこう思いました。ああ、兄さん、イサ作は天国にいるんだ。ああ、よかった、兄さんだけでも天国に行って。なんかね、皮肉な物語だなぁと思いながら私も思い出してるんですけども、まあ、こんな形じゃなかったかなと思うんですよ。まあ、これについて何か言いたいことがあるわけではないんですけども、昔の人はいろんな物語を、 作ってそししてて教訓にしたんだなっていうふうに考えるんですね。で話題を一番最初に戻すと結局人間は生まれ変わるのか死後の世界はあるのかないのかこれは分かりませんしある時は死後の世界はないと私は思えるんですけどもまた別の瞬間にはやっぱり生まれ変わるってあるよなっていうふうにまた考えが戻るんですよね。そういった意味で未だに迷い続ける。 私名でございましたというのがオチでございます。ナミさんありがとうございました。